どうもたぶやんです。ファイナルファンタジー9、前回育帝を手に入れました。さあ、せっかくなんでね、いろんなところ行ってみたいと思います。目的はこのイプセンの小次郎なんですよね。まずはね、アレクサンドリアのこの大陸、それからまあ大陸をちょっと回ってみましょうかね。行きましょう。まだ行ってないところ。ふえー、さあこの辺りですね。このなんか、トレノがあって、この内陸部っていうかね、アレクサンドリアとかがあるんだけど、この辺り歩いてみましょう。チョコボ、あ、ここはいけない。チョコボチョコボ、なんか入り口があるね。あそこ、あそこは、あ、洞窟、まあ行ったことあるとこだろうね。他には何かないかな。あ、南ゲート、違うね、これはね。行ったことあるとこだね。他には特になしみたいですね。まあこんな感じでいろいろ探索してみたいと思います。世界中を回ろう。何か見つけましたぞ、ここ。あれ、これは、あ、これはアレクサンドリアか。なんか洞窟っぽいのを見つけました。入ってみましょう。なんだここは。幽玄の岩やクアンド。宝箱発見。エーテルゲット。降りて。暑そうだね。ヒットポイント、マジックポイント全回復、やったー。温泉なのかな。エーテルゲット。敵は出てこないのか。全然出てきてもいいよ、レベル上げついでにね。クアンド、さらに奥へ。なんだここは。あ、エーテルがいっぱいあるね。嬉しいね。お、外に出ちゃったけど、こっちにはまだ何か。何か壁に書いてあるぞ。これは身長を測った後か。ビビ拾ってから半年、成長の兆し未だなしある。ん？お、これはク族の人に育てられたビビが住んでた家なのか？ビビは記憶ないのかな？時計が止まってるな。日付は最近俺たちがダガーを誘拐する1週間前。崖の下の海に何か見えるぞ。あれは泡か。お、請求スコーピを手に入れた。これで何個目。これ12個あるんだよね、確かね。7個目ですね。ここ着陸できないのかな。無理なのか。さっき崖の下に見えてたっていうのはこれのことだと思うんだよね。ここ着陸できないのか。なんか方法があると思うんだけど、無理か。空飛べるチョコボでもいないと無理なのか。もう一回ちょっと探索しようかな。ここに泡があるんですよね。なんかエンタープライズ号かなんか海渡れるやつで来ればいいのかな。ちょっと今は分かりませんね。後回しにしましょう。さあ次行ってみよう。デザートエンプレスの周辺のね、北にある、小島みたいなとこ行ってみましょう。いやー、オート操縦楽だねこれね。音楽もいいしね。空挺最高ですね。敵も出てこないし。さあデザートエンプレス到着。この辺りもっと贅沢言えばね、この目的地のないところ指さして自動操縦をしたいぐらいですよね。ここでこの辺りの島かな。もうちょっと先か。これか。チョコボの足ないかな。チョコボの足探せ。ないね。まあレベル上げついでに歩いてみるか。わあ、なんかでかいドラゴン出てきた。わあ、めちゃめちゃ強えめちゃめちゃ強いリヴァイアさん。これボスより強いんじゃないの。サンダが魔法剣ファイガグランドドラゴン盗んじゃおうか。リヴァイアさん召喚。でもグランドドラゴンの方がでかい感じですよね初めて召喚するとロングバージョンになる。スタイナーがやばい。2033サンダがどうだ。ケアロラスタイナー1400いまいちか。めちゃめちゃポイズンクローミス。ファイガ剣ブリザがどんだけヒットポイントあるの。テントを盗んだ。なんかレアアイテム持ってそうだよね。タブリアもっと盗んだ方がいいんじゃない。ファイガ剣盗む猛毒ブレス。こいつポイズン攻撃してくるんだよ基本ね。ケアロラなんかタブヤン悪いのにかかってしまったぞ。ブリザがどれが一番効く。おお4000ブリザが効く。ハイガ剣ハイガよりブリザだと判明。あ、倒しました。なんか魂持っていかれてるあ、経験値8000。ウイルスにかかってますね。ワクチンだ。特になんか何にもないですねこの島にはね。次行ってみようか。ここがマダインサリのこれ中央のね、これはなんだ、イーファーのキーかやっぱり。で、その先この辺りに島があるんですよね。これは何かあるかな。ここには着陸できませんね。はい、ではこの南側のこの辺り探索したいと思います。お、早速なんかあったぞ。なんだここは。はてな。なんだここは。忍者の書庫ダゲレオ。大きな図書館なのかこれ。こんにちは。この町はダゲレオという名の変わった学者によって建設されたものだ。このリフトもおそらくは水圧を利用して上下するものなのだろうが、私には分からないということか。これはタブヤンさん、どうもご無沙汰しております。お前はクレイラの？どうしてこんなところに？はい、クレイラが破壊された後、私はいかにクレイラ、そしてブルメシアが閉ざされた環境にあったかを痛感しました。自分たちの殻に閉じこもっていたのでは何もできない。見聞を広め、書を読み、学問を収めていこうと思いまして、いつの日か自分の身につけた知識がクレイラやブルメシアの復興に少しでも役に立てばと考えております。ほう、何に使うんだこれ。スイッチかな。ああ、なんか押してた。え、ああああああ、こんにちは。研究中じゃ黙っておれ。左、左、やめておく。そしてここに乗る。何か差し込むような穴があるな。あ、これか。これを差し込んでと。で、もう一回。右、右、右、やめておく。ここに乗る。ああ、なるほど。こんにちは。おお、上まで上がるようになったじゃねえか。助かったぜ、ありがとうよ。あ、武器屋ありました。持ってない武器。おー、ルーンブレード強そうだね。持ってない武器買っちゃいましょう。いやー、まだ買いたいのはあるんだけどお金が足りませんね。また今度ここに来ましょう。防具が買えない。すごい水の音が滴ってますね。ここは読書室。1泊100ギル。いや、もうちょっと歩いてみる。スイッチ押してみよう。下の方で音がした。君はどう思う？ごめん、話が長すぎて聞いてなかった。人の探求心がそうさせるんじゃないか。ふん。こんにちは。学者さんか。難しそうな話してるな。合成屋のジジイ。おお、サービスで合成してやるぞい。おお、すごい。アイテムはいっぱい持ってるからね。合成のお金がねワクワクするなこれ。いっぱいあるじゃないか。持ってないアイテム。これ何？あ、ガーネットを作るっていうことか。あ、盗賊のコテ欲しい。サルガタナスがいるのか。サルガタナスはここにあるか。合成の。あ、ある。サルガタナスを作ってで盗賊のコテ作れるね。よし、いっぱいお金貯めて戻ってきましょうね。お、モグネットもげれよ。あ、ここ降りれる？誰だこれ。あ、4本腕の男。よう見たとこ、お前もダゲレオにお宝求めてきたってとこだな。俺は同業者の匂いとそのぐらいはすぐにわかるのさ。俺様もその筋じゃちった名の知れたトレジャーハンターだからな。おっと、だからといってお前なんぞに本当の名前は教えねえぜ。この業界にはトレジャーハンターランクってのがあってな、いわば俺たちの格付けなんだが、そうだな、お前のトレジャーハンターランクはH ランクかい？よくそれで恥ずかしくないもんだな。トレジャーランク。わあ、な、綺麗なとこだね。請求カプリコーン。あ、ここに上がってくるんだね。この正面は何だろうね。母なる石に竜神の力を。なんか石を置くみたいところだ。置くみたい。原石。原石何個置きますか？え？ 10 個？石が変化した。アクアマリンを2個手に入れた。そういうことなんだ。原石を置けば何かが他のものに変えてくれるんだ。でも原石10個も使っちゃったね。しかもアクアマリン持ってるし。そうなんだ、原石じゃなくてペリドットを置きたいけどね。1個置くとどうなるんだろうね。ああ、じゃあ2個置くとどうだい？何も起きない。あ、原石は原石でね、合成に使うかもしれないから置いておこう。はい、ということで今回特に何もしてないですけどね、まあ、ダゲレオに到着することができました。いやー、ちょっと世界を回ってレベル上げをしてお金を貯めてまたここに戻ってきましょう。ダゲレオにね、合成屋でいろいろ合成したいと思います。飛空艇楽しいね。それではまた、さようなら。